南紫の聖夜に膝をぼっする泥泥と悪路をついて勇猛果敢な一大殲滅戦が展開されました。我が南紫軍精鋭部隊は9月20日中紫の作戦に呼応して行動を起こし、西高方面より前進を開始、ぬかるみに身をうずめ濁流を渡って猛進撃を続け、ここに西高下流右岸地区から支那奥地向けの軍事物資の輸送路に一大鉄槌を加えました。我が快速部隊の停滞するところ、指物岩敵も戦意を失って敗走し、炎焼物資はことごとく我が軍の手によって処理され、9月29日、早くも作戦目的を達成したのであります。